そのドリフトテクニックの幅も濃いが、眉毛も相当に濃い若松。日光が本コースで唯一ポイント獲得したのはやはりここだった。ここで勝たなきゃ若松じゃない。この日光の第2戦の2位というポイントだけでここまで来ました。後のサーキットはボロボロです。はい、それでもこの日光にかけています。早い早い早い、角度もある。今のところ 1,2 コーナーは OK です。さあどうでしょう若松。おお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 ミスった。これはミスった。2000年度イカ天全国チャンピオンの経歴を持つ上尾、第3戦からの参戦だがランキングは順位。プロドリに参戦してその進入角度は格段にレベルアップしている。ゼッケン12番の上尾勝弘です。さあ、おお、出てきた。そしてスピン状態をコントロール。これが上尾の走りです。アクセルの音が消えない。おかしいよ。いやなんか上尾ね、今回かなり調子づいてますよ。もうノリ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 ですよ。ノリノリ。あと怖いのはトラブルと小さなミス、はい、見事。素晴らしい、ね、見事コントロールして持ってってんじゃん、うん、で踏みっぱなしだよ。角度つきっぱなし。イコーレーシングチューンのイタリン180はみんなの憧れ。でもニューマシンにしてから小口と一緒で結果に結びつかない。ここで名古屋人らしく起死回生の一発を決めんしゃい。ご存知このブルーの180、痛い。さあ、上位。おお、いいいいいい。いやいや、どっちなんですか。これいいじゃないですか。1コーナーはいいですよ。いいじゃないですか、今のは。今の 1,2 は内田さん OK ですね。OK、OK、OK。今の OK。OK。そしてこの高速コーナーで。あー、踏んでない、踏んでない、踏んでない。いや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 。ダメだよ。ここから踏んでんだね。ダメ。コーナーに入ってダメ、ここ向けてから踏んでくるっていう。全然、まあ、僕らに言われてると、アクセルターン状態です。そうそうそう。今やそのキャラクターで D1 には欠かすことができない湯浅。常にトップ争いを繰り広げ、 D1 参戦のたびに86の仕様が毎回大きく進化している。さあ最終コーナーから横向けてきました。湯浅亮太。さあ1コーナーのスイング、これはいいですね。いいよいいよいいよ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいよ、迫力あるよ。早いし元気あるし。これは今与えましたね。いいよいいよ。おお、高速いい。いいっすよ。高速いいよ。高速立ち上がりでちょうどゼロカウンターに近いぐらいで、ああいう感じでいいんだよね。18歳の頃から8年間この一三一本で走り続けている瀬崎。今回車のパワーと切れ角を上げており、見る側も緊張して見てもらえるよう迫力重視でいくとのこと。一三オーナーの憧れ。さあ非常にいい走り。車は大したことないと。いいよ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 。瀬崎ね、いつもねこう神経的に弱いんですけど、そう今日はなんかすごい乗れてますよ。地味でおとなしいんですよね。すごいいいやつなんですよ。で走りに出ちゃって上手いんだけど、なんか派手さがないんでいつもダメなんだけど。瀬崎はね、あのシルビアなんですけど、車的に大したことないんですよ、あれ。はいはいはい、どう見ても大したことないですね。タイヤも多分彼だけが拾ってきたタイヤとかかもしれないですね。いまだに昔ながらのタイプですよね。ドリフトに全てをつぎ込んできた男、タオ。元は FF ドリフトを代表する一人だったが、現在は86に乗り換え、プロドリで活躍する一人。プロドリに参戦してから彼女ができたらしい。タオもね、顔がプロドリじゃないんですよね。顔がプロドリじゃない。あー、合わせますね。いいじゃないですか。合わせたらうまいですね。だから、そのコントロールテクニック、いいよ、非常にいいものがありますね。いいよ。あの、圧縮の低そうな音聞いてくださいよ。こいつはうまいよ。うまいですよ。今の進入なんか最高じゃないですか、ね、あの浅い角度がすごいかっこいい。かっこいいね。東京都在住の田舎者、86オタクの高橋。その86マニア度は重症で、ドリフトは腕ではなくマシンセッティングとオタク理論を振りかざす。来ました。もういいね、いいね、かっこいいね、かっこいい、かっこいい。アウトいっぱいから来た。踏んでる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 。今進入台って2速落としましたよ。もう2速に落とした時点で9500円もらったからね。踏んでますよね。おーかっこいい、かっこいい。ロアームが引っ張られてるよ。今の聞いた。おー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 。
旧車でもここまで勝ち上がる実力トミクだ。 MR2 のエンジンを積みタービン交換で340馬力、全てプライベートチューンによるもの、立派。ヘルメットとサングラスに注目。お、これまたね、ナスカー、ナスカー、渋いんですよ、この男は。ナスカーが来た。おー、かっこいい、かっこいい、かっこいい、いました。デイル・アン・ハートがトミクダカだよ。まあね、俺の世界って入ってますね。非常にかっこいいんですが、走りは失敗しました。かっこいい、カリーナですよ。カリーナですよ。あいつ、なんであんな渋いの。運転姿勢がかっこいいの。点数は全然大したことないんだけど。点数はないんだけど、雰囲気点がいい。雰囲気点がいい。国士の地元である日光はどうやら侵入に注目とのこと。今回スタイルに合わせ超高回転向けとセットアップ。タビンサイズは D1 中ナンバーワン、態度の大きさもナンバーワン。さあ本番はどのような走りを見せますか。かっこいい。国士なんか昔に戻ったよ、ね、今俺デフが見えたよ、デフが。さあ高速はどうでしょうか。早い、早いっすよ。あれじゃロータン。シフトアップした。すげえかっこいい。かっこいい。これ赤ですね、小口ね。の異色不気味ドリフターといえばこの人、ペロタン。何気なく着る柔道着は本人曰くレーシングスーツだとか。強烈なパフォーマンスに秀でた存在。ペロタン、やだ、嫌なのが出てきた。ペロタン調子悪いみたい。ペロタン、あれやばいっすよ。ペロタンリタイアです。あ、ペロタン吹けません。終わりです。 FC の持ち味を生かした軽快なドリフトを決める猪瀬。ここ一発に強く、ずば抜けて速い繰り返しが特徴で、 FC を完璧なまでに乗りこなす。これうまいんだよ、こいつ。これうまいっすよ。猪瀬はね、いぶしげ。ここ1個走らせるとうまいんですよ。それは他はダメなんだ。ダメでした。猪瀬ね、肩幅広いんですよ。そうなんです。で、猫背なんですよね。そうなんですよ。これいいんじゃないですか。もういいっすよ、完璧じゃないですか。これは猪瀬 OK でしょうよ。なんかね、不気味なんです、この男。で、この高速来ないよ。喋んないんですよ、猪瀬全然。自ら実践でパーツ開発に取り組むドリショップ社長荻野目。全国ではまだ無名だが、その実力はここにいることで実証。これから注目の男だ。まずはこの侵入、非常にいい侵入を見せておりますが、1コーナーかっこいいよ。いいですね。あ、ちょっと修正しました。2コーナーアプローチ、スピードマックスです。うまく見えるんだけど意外とちっちゃいんだね。ちっちゃい、ちっちゃいですよ。ちっちゃいよ、ね、遅いか。遅い、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 遅い。いくらなんでもあんだけ戻しちゃうのは。ダメだ、ダメだ、フットインのスピードがある。いや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 、本当かよ。おい、リズムバランスの重視のサルサダンサー松井。彼曰く走りの秘密は趣味のサルサダンスという。リズムがドリフトと通じるものがあるとのこと。それを今回証明してくれ。あの赤に黄色のホイールが合ってなくていいね。合ってなくて、で、あんな小さいから2コーナー止まっちゃうじゃないですか。だってそう、音がうるさい。うるさいね、確かに。うるさいね。あ、合わせてる、合わせてる、合わせてる、ダメダメ、合わせてる。もったいかい。もうさ、ねえねえ、もう鬼の首取ったみたいで、あーダメダメ、あーダメダメって、そんなさ、うん、彼の場合は、あのマフラーがうるさいことが原因でバレちゃいました、全部。なるほど。スピン寸前のドリフトパフォーマンスがそのスタイルとするミキ。最近鳥取の実家から単身関東に引っ越してきた。来季はショップワークスドライバーに決定。鉄拳24番のミキリュウジです。おお、いいじゃん、かっこいいじゃん。早い、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 これ早い、早い、早い。おお、あれが、いい、早い、完璧ですよ。ね、あれ練習で出しちゃったら高速コーナーの音を聞く。高速コーナーの音、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 静かに。私の審査員2人、だんだん音が音がといい、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 いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。今の音のいいっていうのがうるさくて、その後の組み方が聞こえなかったんですけど。you
段の穏やかな顔とは裏腹に常にアクセル全開の水畑、彩り好感度ナンバーワン男、一発決めて来季につなげ。ラスト、はい、ジャッケン25番の水畑力です。あ、これいいよ、これいい、悪くない、あ、綺麗だよ、綺麗。これあとはちょっと高速が決まれば問題ないですね。進入でちょっと、あ、いいよ、いいですね、ゼロカウンター、いいんじゃないですか。まあ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 いいんじゃないですかね。ということで1回戦が終了いたしました。土屋さん、はい、とんでもねえことになっちまいましたっていう感じがあるんですが、15台が残りました、はい、もう明らかにはっきりしてるのが、まあやっぱ落ちたという感じありますね、うん、っていうかね、やっぱこうこの15人ってね、はい、練習で見せなかった部分を本番でポンと出せる、はい、そうですね、出しました。今現在シリーズランキングトップの上野が、はい、上野落ちました、ね、これはどう見ましたか。これはね、やっぱこう車に乗れてないっていう感じかな、俺から見るとね。やられた人たちがここに集まっとるドバイ、ちょっと聞いてみましょうかね。おやもしかしてどうしたですか今日は。これがいや、なんかねえ、ね、滑ってばっかでトラクションかからず、ダメですか。ダメです、私も人生滑りっぱなしとですよ。それでは2回戦、はい、行ってみたいと思います。どうぞ。どうだ、運転席、それでもアグレッシブに攻めてくる、運転席、練習してきた。1台の丹波走りで行われた2回戦は本番一本勝負のワンラップスペシャル、一発勝負に強い精神力が問われる場となった。来た、押せました、あれは2回戦突破になるか、ちょっと抑えた、ちょっと抑えました、新入飛び込み、うまく今リカバーができましたね。まあ先ほどよりは抑えたぞ、さあ戻った、これは大きなミス、飛んでまいります、飛んでまいります、おお、ミスター、いやーちょっと、あ、まあ、でも今のは本当に問題は遠赤でちょっと跳ねて、これはいい、完璧な走り、いいよ、三足展開した状態から OK でしょ、これはおそらく2回戦突破になるでしょう。さあ、おひでと、あー小さいぞ、やっと逆に回った、2回戦で終了でしょう。中橋宏志2回戦突破になるか、あー緩めません、あーミスった、ネテラン小口まとめていきたいところ、危ない、シフトミスした、あー大丈夫だ、ごまかしたけどシフトミスした、慎重にいきました、かなり慎重にいきましたね、まとめましたね、オフでは、カウントいっぱい、おー、うわー、オフだー、あー、危ない、危ない、水畑力、おーっと、果敢に攻めてきました、水畑。